さあ、やってまいりました、ピクミン4。いやー、ピクミン3はやってないんですけどね、ピクミン2以来なんでね、多分20年ぶりとかですかね。僕が小学生だった頃だったので、ね、20年ぶりくらいかな。2004年とか、2003年とかですよね。いやー、グラフィックめっちゃ、もうほぼ実写っすね。豚どっくり？皮膚くやつ。ええ、懐かしい。4の数字のところが黄色い花になってるんですね。2の時はね、ピンクの花だったんだけど。プレス、エニボタン。いいストーリー。ストーリー。まあいいや。エネルギーを1500集めて1日終えると体験版をクリアできます。また遊んだセブンデータですよね。はい。遊びますか。ああ、そうなの。まあいいや。一人です。キャプテン、オリマー。ウィンドウィンドウ、ゲロ、ヌル、ドルフィン。ああ、ドルフィン号懐かしい。墜落しちゃったんだよね。ベー、デブリー。リマラスト、ドルマストソン、ロース、デリー。ピクミン1だね、それ。ああ、懐かしい、懐かしい。ウェラス負ける、しっぱりポスラッパー。すげえ不ドゥ時ーク・着ヌル・の仕パ方ーラ、してんな。リマーラ・モール、ブルックペン・ウェイボー。いや、絶望だよね。普通は絶望だよね。オニオンだ。よかったね、ピクミンが味方で。プクナピクミン。ピクミン敵だったらもうおしまいだよな、俺今。ニラマドピクミン、ソルオリニマ。トーポール、ラーバラサロ、トゥパー。オッチンじゃん。ウェバ、ベラバ、ブクナトゥ。ロクル、ヌルント。ラバデプ君だ。あ、オッチンは尻尾に羽生え、羽じゃないわ、葉っぱ生えてんだ。ピクミンみたいになってんだ、尻尾が。今ではってことは、どういうこと？まだこのワンの世界線ってこと？ワンの世界線だけど、どういうこと？オッチウン。ィンドルスパーラリーバリケフナお、ドルフィン号。家の中入ってきた。アメリカサイズだな、部屋の大きさが。日本じゃないですね。アメリカサイズ。あ、いいね、その着陸の仕方いいよね。懐かしい。おっ、ジンじゃないけど、なんか犬だわ。オニオンも。このエリア、これまでと何かが違うな。人が出てくるのか？おい、なに、ピクミンがさ、ピクミンっていうか、オニオンが合体してんだけど、どういうこと？もうなんか2の時点で3やってないから全然わかんないわ。3でなんかあったんですかね、そういうドラマが。オニオンが合体するっていう。まあ、いったな。君たちの様子もおかしいようだ。ひとまず彼らを呼び集めながら宇宙船パーツを探すことにしよう。このオッチンはめちゃくちゃなんか顔色悪いんですけど、大丈夫？
スタートすんのかい。あたりを見渡す。R でカメラね。オッケーオッケーオッケー。あ、てか、ドルフィンゴ全然ボロボロやんけ。ダイオメまだまだ倒してないの。全然パーツ集まってないね。ZL。あ、なるほどね。うわ、懐かしい。てか、まだゼルダの伝説クリアしてないんだけど。もう今更浮気して。ピクミン、ジャンプできない。ワン。ワンって言うんだ。まずピクミンを探すか。ここ。確かここに。よし、あれを壊してみよう。ジャンプすると力をため始められるから、罰をした、長押ししたまま狙いをつけて力いっぱいになったら突進だ。なんか、全然。いけ！わかりやす！あー、懐かしいな、このフォルム。やはりここに隠れていたか。B 長押しの笛で呼んで集めておくとしよう。B か。そもそもね、まだ、このスイッチの動きを理解してない。え、そういう乗り方すんの?3 連続になってムカデみたいになってんだけど。いいのそれ。ピクミンたち一体どうしたのというのだろう。どうしたというのだろう。ここまでの状況を公開にしまとめておくか。二所角。何かのヒントになるかもしれない。記憶に残しておこう。何これ、オリマ。おかしなピクミン。このエリアに来てからピクミンの様子がおかしい。オニオンから飛び出していったっきりどこかに隠れてしまっている。宇宙船のパーツを集めるには彼らの力が必要だ。見つけたら笛で呼び集めておこう。うん、さて宇宙船パーツの続きだ。ピクミンを見つけたら一緒に連れていくとしよう。このオッチンだけ。あ、いた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 。オッチンだけは、かわいい。このへばりつくんだね。なんか飲みみたいだね。あ、いた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 。寝っ転がってるやん。めっちゃくつろいでるやん。あ、やっぱり触れるとくっつくんですね。呼ばなくても。よし、突進で壊してやれ。いけ。つえ。お、つえ。そういうくっつき方すんだ。もう、飲みマダニじゃん。飲みマダニだな。この高台の人も探してみるか。どうやって探すの？あ、壊せない。あ、降りるってこと？少し怖いが、ここから飛び降りてみよう。怖い。あ、普通に。おお、全然ダメージ受けたりしないですね、リンクみたいにね。ヘナチョコリンクみたいに。うわ、家やな、普通の。普通に家やな。揺れてる揺れてる。いるんでしょ？ううはい、猫草から出てきまして。赤、青、黄色しかいないんだ。面白い。ルンバで吸い込まれちゃうね、これ。何かをしてるわけじゃないんだよね、勝手に。どっかに行っちゃったけど、ピクミンたち。X のジャンプか。うわ、強っ。なんかヨッシーだな、これ。ああ。R で、これどうぞ。突進ジャンプ、あたりを見渡す。あ、R スティックか。こういうことか。いたー。そういうことね。なるほどね。オッケー。R スティックね。ここにも言ったぞ。 B の笛で集めていこう。ちょっと待って。この先に一体何が。本当だよな。ここは床段なんですか。居心地がいいのかな。居心地が。ちっちゃい子がいるね。でもさ、ピクミンの世界観ってさ、確か人が滅びたさ、核戦争だかなんだか知らんけど、人が滅びた後の話だった気がするんだが。うわ、もうなんかしらみじゃないけどね、マダニにくっつかれちゃった犬みたいになってるけど。あ、ジャンプ力弱っ。超えられない。
超えられないのね。ん？宇宙船パーツは一体どこだ？こうなったらこいつの鼻が頼りだ。宇宙船パーツの匂い探してくれ。犬だからね。お、見えるようなんだ。センスやね、これ。この辺ってきたしよう。あのね、ゼルダの伝説の。近い近い近い。何この、何この視線。R で匂いがさないしないかな。ゼルダの伝説の。ゼルダの伝説のね、あれなんですよ。トワイライトプリンセスにね、獣リンクみたいなのがいてね。ちょっと待って。あいつら呼ぼうよ。ほら、来なさい。お前たち来なさい。遊んでんじゃないわよ。はい、来て。はい、来てくださーい。まあ、こんなもんか。まだ遊んでるやからがいる。いつまで遊んどんねん。もういないね。よし。あれっすよね。そう。そこにね、狼リンクがいてね。センスっていうのを使ってこうやって見えるんですよね。同じ任天堂作品だから。ちょっと、あれなのかなと思ってたけど。X を突進しましょう。うらブックスタンドかな？面白。なんかピタゴラスイッチ。え？敵やん。普通に敵いんだけど、いいの？大丈夫？戦える？めっちゃ強いやん。待って、原生生物だ。どこもパーツが見当たらないが、まさかあいつが飲み込んでるのか。どうやって倒すの？だからあの、トゲが邪魔だな。え、ほんとだよ。あー、そうやって戦うの？ビビーって。トゲ刺さったら死んでまうんじゃない？いつも突進できるよう X 長押しが力を貯めながら、あいつの丸動き回って隙を伺うとしよう。もう、おっちん頼みやん。おい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 。ちょっと待て、ちょっと待て、むずい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 。いけ、よし、聞いてるぞ。倒した倒した。新しい敵やん。出てこない。あ、出てきた。これは宇宙無線じゃないか。ついに見つけたぞ。このパーツさえあれば助けを呼ぶことができる。こうして私は宇宙無線を回収すると、すぐさま救難信号を発信した。1とはちょっと違うストーリーなんだ。書き溜めていた公開日誌を添えて。すごいな、そんなデジタル時代なんだ。1ヶ月後、その信号はレスキュー隊の元に届き、私を救助するため彼らは星へと向かった。もう1と2の話無視やん。1と2なかったことになってんじゃん。だが何やっとんねん。救助に訪れて彼らもまた遭難してしまった。すごいすごい高さから空中分解してるけどね、絶対死んでるよ。いわゆる二重遭難である。ほんまやな。もはや私の運命は尽きたと思われたが、本部にはまだ一人新人隊の君が残っていたのだ。え、一人だけかい。新人だけ残してたんだ。そう、君が最後の希望なのである。緊急ミッション、レスキュー隊を救助せよ。緊急事態発生のため宇宙船から全員脱出する。我々レスキュー隊の捜索を願う。なんじゃそれ。ハイリカード作成し、直ちに出動してください。え、まあ普通の肌色でいっか。肌色かっこいいな。こいつ、こいつにしよう。デフォルトでいいっすけどね、別に。ミーみたい、懐かしいな、ミーみたいで。
これでいいよ。別に髪の毛変えられんの？分かりやすい方がいいかな。青にしとく？青にしとこう。珍しいから。洋服、洋服も青にしとこうか。洋服はピンクにしちゃう？青々だとあれか。ちょっとじゃあピンクにしますか。ちょっと青ピンク。名前アーチャーゲームズ決定。できました。 OK。 いってらっしゃい。カルタ製新人単位務まるかな。新入社員ルーイ君みたいなもんやね。おすごい、ハイパースペースだ。ずいぶんちっこい船だな。これで8人救えないべ。乗れないべ。これどっちかっていうと脱出用ポットでしょ、この大きさ。それでよく大気圏突入できんな。なんかソユーズみたいですね。機関用の地球機関用の脱出ポットにしか見えないんだが。うわ、ドルフィン号の方がかっこよかったな。あー、ずいぶんダサい宇宙船やの。オッチンじゃん。オッチンを発見しました。移動。オッチン大丈夫か。オッチン、ワンワン、オッチン。あ、尻尾が違う。尻尾が綿毛になってる。ピクミンみたいになってない。オッチン、鍵痩せ、主人に忠実な新米救助犬。代々隊長の家に仕えている宇宙犬の子孫。初ミッションとしてオリマーの捧げに同行。初なんだ。子犬だ。救助犬と合流した。おぉ、オッチンと合流した。6人はどこにいるのか。オッチン、おい、そっち行くのがいい。オッチンが何かを伝えようとしてる。オッチン強いけどさ、一人じゃ何にもできないんだな。あ、いたわ。いるやん。よう救助者発見。熱中症になるぞ。しかもこいつもピンクだし、洋服。かぶっとるやないか。移動。呼ぶ。あ、笛使えるのかい。指示する。どうすんの？あ、すげえ力持ち。紫ピクミンか。面白。根っこじゃん。こういうギミックはなんか、うおー、すごい。あ、消えた。こういうギミックはなかったですね、今までね。すごいな、先進的。起きろ、ほら。赤ちゃんみたいな。あ、目が緑。あれ、オッチン？やった、僕の避難信号が届いたんだ。リンがオッチンと協力して僕を助けてくれたんですね。オッチンが隊長以外のいいことを聞くなんてちょっとびっくりです。もっと申し遅れてました。僕はコリーレスキュー隊のオペレーターです。コリー鍵屋製レスキュー隊のオペレーター。隊員らへの情報伝達が主な担当業務だが、宇宙船の整備などの雑用もこなしている。オペレーターと合流した。あそこのやつか、左のやつか。コリーどうしたら行き止まりだし、お腹は減るし、耐える構造のためねって言った。話は聞いていましたが、君は信じたいのラチャゲーム。そうです。改めて急に来てくれたことに感謝します。君に緊急出動の信号を送ったのは僕なんですよ。僕たちレスキュー隊の状況ですが、この星を追いようとした時宇宙船が操縦不能になってしまって。どうしてですか？それが原因不明なんですよ。タイヤ6人いたんですが、脱出の時チリジリになってしまって、遭難したオリマーさんを探しに来て僕たちまで遭難しちゃったわけです。いやはや情けない。僕たちの宇宙船シェパード号ですが、あっちに不時着しているのは調査済みです。僕一人じゃたどり着けなかったんですが、君も来てくれたことだし宇宙船に戻れるかも。道すがら他の隊員にも会えるといいんですけど。あ、そうだ、これ渡さないと。これはタブレット。隊員同士で情報共有する際に使います。左手側にある、あ、上矢印ボタンでミッションリストを開いてみてください。これさ、間違えたわ。ラチャゲームズじゃなくてさ、ラチャにすればよかった。ゲームズいらんやん。今すべきことは、このアプリを使えばいつでも確認できるんです。
他にも便利なアプリがあるんですけど、落ち着いてからインストールしますね。それから今は上ボタンでミッションリストが開きますが、マイナスを押した後、ショートカットの設定から他の機能を割れて、ああ、なるほどね。はいはい。OK。閉じる。あ、閉じれない。何これ。リーダーマップ。ID カード。まあいいや。では、シェパード号に向けて出発しましょう。さあ、その船はどうやって着陸したんだっていう話だけど。あ、こいつら一緒についてきてくれな、ずっと。もうずっと戦力になってくれるってこと？てかさ、このオッチに乗りたいんだが、乗らせてはくれないんだ。おお、着陸してるやん。めっちゃ綺麗に着陸してる。シェパード号です。目の前にあるのに、ここからどうしても行けないそうになくて。でも、この辺りの探索中に一つ気になる場所があったんです。もう少し行った先なんですが。いや、行けるやろ、これの。乗り越えろし。ここは登れませんよ。僕も試してましたから。あ、行け。登れないんだ。いや、ここ登った方が早いと思うけどな。この星の植物はすごく巨大なんですよね。R で周囲の安全確認忘れずに。なんだ？うお、すごいな、カメラアングル。あれです。あそこに穴みたいなものがあるんですよ。どうにかあっち側さんに行けばシェパードが目の前なのですが。はえ？ここ登れないの？おい、こんな段差登ってくれよ。R で探してみましょう。R であるか？あ、これ？これちゃう？プンプレイ。仕組みから何か匂いが。指示する。今全然土かぶってないところから掘ってましたけどね。ちょっとずつ目減りしてってる。すごいぞ、オッチン。どんどん土砂が。どんどん土砂が中に入ってってる。おお。なんだこれ、水道の？下水道のやつかな。で、この段差は登れんの？さすが我が家の自慢の救助犬です。我が隊。おや、これってさっきのあなたと同じものじゃないですか。手柄です、そっち。まさか、これでピクミン2みたいにまた地下探検するって話？ひょっとしたら、繋がってるかもね。まあ、繋がってるんでしょうね。結構深そうですが、入ってみるか。本気ですか？レスキュー隊なるもの、いかなる時も勇敢に行動しなければいけません。ちょっと怖いですけど。いや、怖えよ、これ。だって入ったら普通出てこれないから。入るんですけどね。おい、そんだけジャンプできるんだったら最初のとこ飛び越えられんだろ。なんだよ、そのジャンプ力。始まりの抜け道。一回。あ、マジか。もうダンジョン始まるってこと？ピクミン2。おっと、ピクミンいないんだけど、大丈夫かな。おや、オッチン？この反応もしかして、はぐれた隊員がここにいるのかも。え？うわ、懐かしい。マジで懐かしいっすね、これね。ダマグモとか落ちてきたら。落ちてきてもいいみたいですね。そうっすね。ダマグモとか落ちてきたら怖い。語ってみましょうか。うわ、いるやん。え？え？ベビーチャッピーじゃん。じゃあ、クイーンチャッピーいるってこと？あんなとこに隊長が。隊長かよ、ラチャさん。あの方が隊長かよ。誰々で好きって相手なのに紹介は後いいから早くなんとかしてくれ。ガングロなのか黒人なのか。あ、先生先生囲まれてる。ポッチに大丈夫か。強っ。強えな強えな、ベビーチャッピー。はい、来い、来なさい。これで一安心かな。大将、原生生物やっつけましたよ。そこから降りられますか。捕まりっぱなしで腕がしびれているので、ちょっと待って、今から見る。あ、女？女か。男？大丈夫か、コリー。それ、こちらのセリフだよ、本当だよ。いや、新人新規襲来だな。レスキュー隊隊長のシェパードだ。お前の船かーい。ラチャよ、君がおっちゃんをやってたあの生き物を。早速役に立ったようだな。
そうだね。君のドッグトレーナーとして見込みがあると思っていたのに。シェパード、代々宇宙レスキュー隊を営む家系の99代目。幼少期に山で遭難、救助犬に助けられた過去を持つ。その影響かレスキュー犬保存会の。へぇ。秋田の保存会みたいなやつだね。多分。あ、真ん中の人か。船長だ、船長。隊長。少し希望が見えてきてする。あ、これ、あっという間に見つかるじゃないですか。ところで隊長、どうしてここに？地上で怪しげな穴を発見したな。覗き込んでたら落ちてしまったのだ。出口じゃないかと暗いさまよっていたらぬるっとした生き物に遭遇して。ちょっと待ってください。それってシェパードが近くにあった穴では？僕たちその穴を目指してこの洞窟入ってきたんです。そういうことならこんなところに長いも無用だ。みんなでシェパード号に戻るとしよう。はい、コピー。あれ、あやつださん何されてる顔してますね。はい、コピーは了解って意味です。それじゃ一緒に行ってみましょうか。ルペ、ルペって言ってるけどな。ふふふ、いいぞ、素晴らしい返事だ。レスキュー隊のバイブル、レスキュー心得で覚えていってくれ。ラちゃん、何ですか？これは歴代隊長が残した心得である。んー、前人の知恵と思えば必ず違う。大したこと言ってねえな。まあいいけど。必要に応じてタブレットに共有するので、レスキュー活動に生かしてほしい。オッチンは君に懐いているようだから、君たちをバディとして認めよう。救助犬を使うトレーナーとしての能力見せてもらうぞ。よし、オッチン。壊しがいのあるやつがそこにいるぞ。ここは登れないんでしょ？あそこ登ればもう終わりな感じするけどね。まあいいや。突進！いけ！うわ、すごっ！そうだ、突進だ。あ、なるほどね。これで上がれるわけだ。はーい。ん？この辺り見覚えが。もう完結戦？早っ！あそこだ。私穴の中に落ちてきたのだ。あんなに高いとこから落ちてよく無事でしたね。それよりあそこまでどうやって登ればいいんでしょう。完結戦じゃないの？調べる。お、完結戦だ。完結戦っていうか、なんだろうね。送風口でもないですけど。なるほどね。オッチンの突進で揺らすことができるんだ。ラチャよ。初めて目に触るものを触るときはもっと慎重にだな。まあまあ、おかげで脱出できましたよ。なんでベビーチャッピーだけいたんだ。旗を立てた。隊長、レスキューフラッグを立てました。洞窟内の救助活動を報告します。遭難中の要救助者1名は救助。他に遭難者はいませんでした。わかった。この洞窟は調査完了とする。お前だよっていう。今回の件で人を助ける厳しさや難しさを君たちも肌で感じることができたと思う。ラッチャオッチンの初めての救助活動の中でよくやった。救助されたの単調。そうだよ。ほんまやで。ところでコリー、しばらく見ない間に大きくなったか？むしろ逆ですよ。そんな人が何も食べてないんですから。それもそうだな。さあ、俺らがシェパード号目の前だ。ごっつい。ごっついけど、なんかドルフィン号の方が好きだったな。なんか、イケイケの船じゃん。パリピが乗るやつじゃん、これ。パリピ、え？なんかいけないものを見てしまった気がする。シェパード号から煙が。地球船内の様子見てきます。大丈夫かな？大丈夫か？なんか乗ってんじゃない？誰か。状況報告します。船内を捜索したところ、エンジンがオーバーヒートしていて、宇宙船は爆発寸前のとこ。危な！なんだと？大丈夫なのか？はい、緊急停止したのでもう大丈夫です。エンジンの破損もありません。ただこのトラブルのせいで、船のエネルギータンクが空っぽでして、なんて言ったら、オリマーシを捜索するどころか、この橋から脱出することもできないではないか。いや、ちょっと待ってください。キャプテンオリマーの公開日誌に何かヒントが。あったあった。これを見てもらっていいですか？ああ、そういうことか。公開日誌がここで役に立つのね。完了。お宝。この星で見つかけるキラキラした物体を調べてみたところ、キラキラエネルギーが含まれていることが分かった。お宝発見と喜びたいところだが、今私が求めるのはこれじゃない。なくしたゼロフィン号のパーツなのだ。はあ、なるほど。なるほどね。つまり西から言えることは、こ
この星のキラキラしたものからキラキラエネルギーを取り出せるってことです。それでシェパード号を再起動できればまさにお宝と言いますよ。信じがたい話だが、本当だよ。今の我々にはそれを信じてつけます。キラキラエネルギーっていうのがすごいな。アイコピー。エネルギーを確保せよ。宝を回収するにあたって、お宝とは別にさ、なんか、ビーグル号を使いましたって、全部犬の名前だな。シェパードとかビーグルとか、ドルフィンだけイルカだけど。あ、もしかしたらその上にくっつくの？どこがいい場所はないか。あれなんだろう、シェパード号の上のくぼみにスポンって入るんですかね、ビーグルが。何これ、ルビー？あ、光った。これ目印になりそうですよ。何かよくわかりませんが、キラキラしてるやん。ちょうどじゃないですか、ここ使うことでしょ。キラキラしてる。これじゃダメなの？あ、ビーグル来た。ビーグル号配置完了しました。よし、これで準備整っかな。さ、ビーグル号からさ、キラキラっていうか、キラキラエネルギー渡したれよっていう。登れ、登れないんだ。ここは、あ、光ってる。大丈夫、なんか光ってますよ。あ、呼び鈴？お宝だ。高いエネルギー反応があればタブレットで確認できたはず。ラチャさん、矢印を押してレーダーマップを開いてください。矢印、ああ、プラスか、間違えた。全然慣れてないですね、スイッチ全然触ってないから。あー、なるほどね。キラキラエネルギーを確認。中央の星がお宝です。お宝あればレーダーマップで確認できますよ。ありました、 ZL。 これやったな。これは最次はいいぞ。あ、でもどうやって運べばいいのだ。そうね、だってオッチン行ける、登れる、オッチン登れないべ。この辺も壊せるのかな。え、なんかドルフィン、オニオンじゃん、トマトみたい。トマトみたい。なんで埋まってんの、なんだこれは。お宝でしょうか。なんかキラキラエネルギーじゃなくてちゃんと燃料みたいなやつやればよかったのに。なんでキラキラお宝と一緒くたにしちゃったんですかね。お宝とお金集めるお宝と燃料になる、なんかその植物でもいいけど、燃料花、燃料草みたいなやつにすればよかったのに。お、起動した。トマト。え、そんな感じになって出てくんの？あ、一個。動いたぞ。お宝じゃないのか。なんでしょう。植物のようにも見えますけど。トマトやな、これ。書いてあった。オニオン。なるほど。オニオンというのか。それじゃ、その目は？ピクミン。あ、赤ピクです。もしかしてこれがピクミン。オリマーさんの公開日誌によると友好的な生き物らしいですが、 だとしたらお宝の探索に協力してもらえるかもしれんな。ラッチャさん、オッチン、ビクミンと仲良くしてくださいね。これで隊長、いつまでそうしてるつもりです？ビビってんのか、ピクミンに。え、みんなでさ、まずはオッチンが行くんだ。なるほどね。お、光ってるやん、フォークだ。あ、この音懐かしい。夏夏。おお、また目が生えたぞ。さっきの赤身はペレットというものでオニオンに与えると。そうですね、なんとも不思議な生態だな。懐かしすぎる、懐かしすぎるな。いけ、
あれ、ピクミンは来なさい。はい、並んだ。あ、一気に花が咲いてるわ。いけ、みんなに引っこ抜こう。え、みんなに引っこ抜かないの？わしだけかーい。いけ。これさ、今度こっち。勝手にロックしてくれるんだね、ターゲットを。ロックオンしてくれる。よし、仲間を増やそう。なんでお前ら見てるだけなんだよ。あ、運んできてくれた。オッチンすごいな。てか、オッチンちっちゃいっすね。最初のオリマーの犬と全然違う。ピクミン乗らないべ、これ。これがお宝か。こんな大きいものが回収できるのか。しかもめっちゃ鋭利だし。物体を小さくする光を当てるので問題ありません。すごいな、先進的な。早速ビル号で調べてみます。本当にエネルギーを含んでるはずでいいですか。ピクミンもちっちゃくなっちゃうよ、その光浴びてたら。50、まあまあ光ってんだ。エネルギーを検出したぞ。こんな感じでエネルギーあと250ほど集めればシェパード号を再起動できるかもしれません。シェパード号はハイオック専用なんだが大丈夫か。やっぱりガソリンじゃないかっていう。キラキラエネルギーだけでも動くと思います。だからそのためにもっと量が必要ですね。それなら他にお宝がないか。やっぱりガソリンっていう、ガソリンじゃなくてもいいけど、なんかそういう燃料になるやつ用意すればよかったのに。まあいっか、もう今更ね、覆せないですからね。いかんせん今週にはもう発売されるわけで。あれ、いけないの。今更仕様変更はできませんので。あ、これか。高田、えっ、 DS やん。あ、届かない。突進、突進いけるかこれ。突進、あれ、なんでこれ。あ、 L でピクミンオッチン選択。あれ、今オッチンだよ。突進、なんで、なんで突進できない。はい、危ない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 、死ぬぞ死ぬぞ死ぬぞ。あぶね、開いた。SP 懐かしい。ぺちゃんこになるとこだった。さすが任天堂って感じですね。懐かしすぎる。こんだけ？ペレットは他にないの？ SP 懐かしいなぁ。ね、やっぱ逆パカして折っちゃったんですよね。なんかムカついた時にバキンってやっちゃったんだよな、ちっちゃい時。折れちゃったよね。逆パカしちゃうん、しちゃったんだよな。なんで？やった人います？逆パカしちゃった人。結局さ、これさ、何、どうやって、L か、L で切り替えるのか。で、掘れる？それ。掘れないか。何をどうすればいい？多分、オッチンに何かをさせるんでしょうけど。オッチンにできそうなことある？なくね？積んだ。これ積んでんな。積んでますね。100% 積んでるよな。あ、なんか、キラキラを見ろとかって言ってたの。いや、レーダーマップ。あ、キラキラあった、これか。あ、オッケーオッケー、思い出した思い出した。ここね、すげえ忘れてたわ。すげえ忘れてた。オッケー、頑張れ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 。
た。あー、ごめんごめん、止まりしてもうた。キラッキラやなこれ。オーバー100いっちゃうんじゃない？オーバー300ぐらいいくんちゃうこれ、単品で。やった、ラチェとオッチン、素晴らしいコンビネーションだ。ありがっ、アイコピー、その調子です。ラチェさん、アイコピーの使い方少し間違ってす間違ってんのかい。ピクミンとやらも順々で補助犬のような動きをするようだな。救助犬か。あとはお宝からエネルギーを抽出するだけですね。頼んだぞコーリー。お宝からエネルギーを抽出してシェパード号に流し込んでみます。やっぱりそこドッキングするんだ。おいえ、それそのまま入っちゃうの？そっくりそのままそこに入っちゃうんだ。キラキラした動き出す。おお、動き出した。まずちゃんと着陸できてなかったのね、その足場がグレってなってたね。グリって、キラキラエネルギーのおかげでなんとかシェパード号を再起動できました。やった、動いたぞ。飛び立つにはまだエネルギーが足りませんが、レターによると隊員の捜索はできそうです。よしコリー、早速みんなを探してくれ。おい、そこからさ出てくんだ。てか、原生生物出てくるんちゃう、ヨルダが。あ、みんなでも船の中にいるからいいのかな。フィナンシブがいくつかあります。おそらく、はぐれた隊員としてキャプテンオリマーのものだと思われます。一刻も早くみんなを救助してやらねば。一日目、コリー・シェパード。オッケーオッケーオッケー。順調じゃない ?300。なんか1500集めたらどうのって言ってたな。勝手に名前が付けられていますね。進歩の原石。確かに。こんなこともあろうかとビーグル号の AI に何でも命名してくれる機能をつけておいたんだ。嫁の矛あ、姫か、姫か姫の矛。有名な鑑定家が監修してるらしいぞ。どうだ、すごいだろう。進歩の原石、隊長って新しいもの好きなんだよな。シェパード号から煙が出ていた時はどうなるかと思ったが、なんとか復旧できてよかったです。野宿はもうゴリゴリですよ。久々にまともな食事ができました。食料の備蓄は豊富にあるが、コリー少し食べ過ぎじゃないか？それ以上大きくなったら顔がヘルメットに収まらなくなってしまうぞ。そんなわけないでしょ。ラチャとオッチンも明日から早速に備えてしっかり食べておいてくれ。それから寝る前にミッションリストを見返しておくように。エネルギーを。はいはい。オッケーオッケー。てか、よかったね、この人たちね。夜、原生生物のいるとこに着陸してたら終わってたからね。食われて、チャッピーに食われておしまいなのかな。どうなんだろう、どういう設定なんだろう。朝日きれい。よし、揃ったな。これから作戦会議始める。アイコピー。それじゃあ改めて状況説明します。ラチさんの活躍により救助犬と隊員2名は合流できましたが、隊員4名は依然行方不明、さらにシェパード号はトラブルで故障。これではキャプテンオリマの救助も罠ありません。まずははぐれた隊員たちと合流しないとな。ラチャとオッチン、レーダーに反応があったエリアに飛び、はぐれた隊員たちを救助してきてくれ。私とコリーは船に残り、ここから現場に指示を送る。離れていてもシェパード号の無線を使ってしっかりサポートするから大丈夫ですよ。本来なら死にたいのあたり任務ではないが、君の、いや本当だよ死んでもいいと思ってんだろお前らも来いよ。キャプテンオリマの捜索はどうしますか？隊員を探している途中で見つかるかもしれん。念のためミッションを発行しておこう。では作戦会議終了する。新兵に外回りさせんの？キャプテンオリマーが未知の惑星に遭難した隊員の捜索しながら彼の受けを追ってくれ。もう負けやな1500集めて1日終わるとクリアとなり、スマートフォームキャンイオン。はい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 。ブルームやってないんですよね。 NEXT。 何これ、話からね、こっち来てもらえますか。何ですか？昨晩ラチさんのタブレットに制作で使うアプリをインストールしておきました。役に立つと思うので後見ておくといいですよ。準備 OK ですね。それじゃあ探索行きましょうか。探索へ行く。今探索できる場所はここです。ここかい。
近所やな。何？日だまりの庭。データがありません。出発するっていう。え、ここやん。今いる場所じゃないの？え、今いる場所じゃないの？ポインセチアだ。あ、オニオンもついてきてくれんだ。逆にこいつら、シェパード号あるけど、何にも、オニオンが。まさかついてきて思ってなかったのか、お前ら。日だまりの庭。もうあいつら、チャッピー来たらもうイチコロやで、何も戦ってくれるやついないからな。あー、これ CM でやってたところじゃないですか。あ、チャッピーいた。コチャッピーかわいい。懐かしい。ピクミンめっちゃ懐いな。オニオンが1個しかないっていうのがなんかやだな。でもオニオン3つあった方が楽しかったんですけどね。なんで1個になっちゃったんだろう。ああ、こちらコリー。あーじゃないか。無事に到着したみたいですね。それじゃあ今日のレスキュー活動について隊長から説明してもらいます。モニターの左上に時計が見えるな。針の先がちょうど右端まで来た時にこの惑星の日没になるように合わせてある。はぐれた隊員の捜索は日暮れまでとし、夜になる前にレスキューキャンプに戻ってくるように。アイコピー。よし、頼んだぞ。それからビーグル号について行ったオニオンですが、今回西によるとオニオンはピクミンの乗り物でもあるようです。捜索の人手は多い方がいい。またピクミンに手伝ってもらえたら助かるが。大丈夫。あそこになんかこう、こういう感じなんだ。ちょっと違いますね、昔と。呼び出せました。よし。え、凍ってるやん。何これ。20運んでくれんの。何これ。あれ、綺麗な石ですね。お宝ではなさそうですが、オリマーさんの公開認証を調べてみます。資材。一見するとただの石ころだが、琥珀のような化石化した生物生態物質のようだ。熱を加えると溶けて茶色い粘土になり、自由に形を変えられるようになった。資材として何かに利用できないだろうか。機械地は得意なのですが、材料工学の方はさっぱりでして、はぐれている隊員の科学者がいれば何とかしてくれるかもしれません。彼が合流した時のためにとりあえず集めておきましょうか。よし。おお、来てるよ。びっくりした。違ったわ。オッチン。よし、オッチン行け。オッチン行け。やぶない、危ない、危ない。食らってる、食らってる、食らってる、食らってる。殴れ殴れ。よし、加勢した。オッチン食らっちゃうんだ。おい、自動で運びに行ってくれるのありがてえ。あ、でもうかうかしてたら結構。あ、野球ボール見つけた。間違えた、間違えた、間違えた。ちょっと待ってね。ここ登れる？登れなーい。マジか。この段差登れないか。何？応答せよ、ラチャゲームズ。大事なことを伝え忘れてたが、隊員たちの捜索にはオッチンとの協力は不可欠だ。お願い。オッチンの嗅覚を持ってすれば、匂いをたどって隊員を探し出せるだろう。Y 長押しのコマンドを開いて、L で捜索をお願いすることができる。最初のうちはオッチンにお任せするといい。匂いの元まで連れて行ってくれるはずだ。レスキューは時間との勝負だ。段取りよく隊員の操作をして壊してくれ。あれ、ラチさん、何それって顔してますね。段取りよくというのは順序立てて効率よく作業するって意味ですよ。確かに最近あまり使えない言葉ですが、レスキュー隊の基本なので覚えておいてくださいね。1にも2にも段取りが大切だ。隊員の操作をしっかり頼んだぞ。早速 Y を長押しのコマンドからオッチンの匂いをお願いしてくれ。 Y 長押し、お願い。 A お任せ。
おっちん頼み。相談者は出してもらいます。だから、お任せ。素晴らしいね、おっちん。おっちん、素晴らしいな。あんあん。何かを探してくれてんの、先回りするぜ。なんだなんだ、チャッピーいるやんけー。チャッピーおるやんけー。ん？どういうこと？おや？何も出てきませんね。ピクミンの戦隊ハムやったところ、オニオンの中で数が増えているようですが、ピクミンには地震出てくる数を抑えて全滅を防ぐ習性があるのかもしれないな。どうにかできないでしょうか。まずこいつだろ。おお強っ。おお、すごい、ちゃんと分業してんじゃん。すごいね。会社もこんな感じで社員たちが働いてくれたらいいんだけどね。まあ自分も、僕も会社員なんですけどね。ピクミンみたいにね、せこせこと毎日ね、働かされてる側だから。手伝える。よっしゃ、手伝ってやるよ。パンチ。ダメか。やばいやばいやばい。時間が結構。じゃ、その間にピクミン連れてこよう。壁壊したの？マジか。やること早いね。ハニー。オッケーオッケー、オッチ。進みましょう。おお、間欠泉か。間欠泉じゃないわ。水道メーター。あ、このところにも洞窟がありますよ。この辺は原生生物もうろうろしてる。隊員たちは洞窟内に遭難してるか、避難してるかもしれないな。この中かもしれない。マジで？でもさ、こんなか？マジか。でも、どうしよう。うわー、綺麗なのいっぱい落ちてる。何これ？蜜。おい、お前、一人で吸うな。一人で吸うな。我が最大、一体どうなっているんだ。それは第一のエキスというもので、ピクミンに吸わせると成長を促すようです。ピクミンは成長するほど足が速くなるとも、公開日誌に書かれていました。本当に不思議な生き物ですね。おいおい、一人で吸うな。みんなで吸ってくれ。あ、なるほどね。少し残るんだ。あぐれたピクミンがいる？なんで？本当に足速いわ。くらえ。あ、ごめん、オッチンは言ってていいよ。迷ったらレーダーマップを見るといいですよ。で、なんか運ばせたいなと思ったんだけど、運べるものがナッシング。何これ。あー、あれか。びっくりした。運べるものがナッシングなんですね。うわ、でっけえチャッピーいるわ。うわ、豚ドックリもいるわ。あ、ここ着陸できるんだ。この石だ。どうしてあちこちにあるんでしょう。もしかして我々見つけてもらうためオリマーさんが残したサインだとか。それにしてもあの原生生物、ここを縄張りにしてるんでしょうか。こう新たな拠点にできれば段取りよく捜索進められそうだが、なんとかできないか。いけ、ピクミン頼む。私も手伝うわ。鼻散っちゃうよ。やめろお前。うお、なんかあっちでパチパチ跳ねてるやつ。ピクミンが足りなすぎる。もうちょっと連れてくるか。今は火食らっちゃうんですかね。はい、いって、食らった。めっちゃ食らった。つぼみになってる。今みんなを連れてくるぞ。あれかな、連れてきてくれんのかな。
野原に放たれてるピクミンも連れてきてくれるんだろうか。ちょっと待ってね、レーダーマップではぐれたピクミンがいるって言ってた。調査状況、いや今こう戦ってるじゃん。ちょっと待ってね、ここで戦ってるじゃん。あれこっちの向く、いやいやいや、いいんだよね。オッチンとこいつら、オッチンが今ここまで運んでくれてるけど、あれかな、こいつはぐれたやついないよね。いないっすね。オッケー、こいつだけぶっ倒せばいい。あれピクミンはぐれてませんか。くらいくらい、ピクミンはもうタフガイだな本当に。社畜の鏡ですね。無給で給料なしですよこれ。給料なしで、おっしゃ、ナイス。拠点を移す、拠点を移す。おっ、ピクミンも連れてきてくれるのね。ありがてえ。拠点には A でビグルグを呼べるんです。残ってるやん。さっきさっきの作業が終わった場所には変なマークが残りになっているんです。場所に行けばマークが消えますので、未登録としても使えると思いますよ。いや、っていうかさ、あれやん、待って、ちょっと待ってね、ピクミン置いてきてるやん、ピクミン置いてきてるやん。ここに行きたいんだけど、え、嘘でしょ、嘘やん、マジで。あのごっついやつ倒せない多分まだ。これさ、待ってね、俺は橋建築物では、こんなもの一体誰が。でも完成はしてないようです。どうにか利用できればよかったんですが。建築物、そんなものがあるのか。じゃとりあえずさ、あれだね、向こうにいるピクミンを連れてこないとダメですね。うわー、時間との勝負だな、これ。一日いくらぐらい、あい、一日、違う違う、1分でどれぐらい進んじゃうんだろう、日付。一日、どんぐらい進むんですかね、日付は。あ、埋まってるのか。置き去りになってるわけじゃないのね。そういうことね。理解、理解。OK、OK、OK。理解した。なるほどね。じゃあ表にいるピクミンは全員連れてきてくれるけど、埋まってるやつはまあ当然。オッチーン、オッチン来てくれたの。オッチンが頼もしすぎるな。ちょっと足遅いけど足が絶望的に遅いけど、よし、あのデカチャッピー倒せっかな。まあいいや、ちょっと待ってね、ピクミン連れてこよう。あ、20匹しか出せない。なんで？謎。まあいいや。いきますか。じゃあ蜜を吸わせていこう。もう。第一のエキスを吸わせたらいきますか。こっちだったよね。あったあったあった。さあみんな吸ってください。チューチュー吸って。オッケー。吸えてないやついるけど。あれ？てください、吸った、オッケー、来て、オッケーだね。じゃあ行きまーす。入ります、入る。ヌポ、ノズで交換日誌には、あ、ありました、名残の氷結。ドルフィンゴのパーツを求めて洞窟に入ると、宇宙の常識を超えた原生生物を発見した。低温の冷気を吐き出すことにも驚かされたが、その冷気に順応したピクミンまで存在するとは。この星の生態系は謎だらけだ。なるほど、これは、オリマさん、ずいぶん几帳面なんですね。西によると、洞窟に入るときはピクミンを連れて行った方が良さそうです。ビーグル号でそちらへピクミンを送りますね。拠点を戻らず、洞窟に入ってもらっていいですよ。大丈夫ですよ。そんなことできんの？放っておけないので、一旦オニオンに戻しておきますね。そんなことやってくれんのか。一回。
あ、違う違う、20匹でいいよ。何そんな、ハイテクになってるやん。おい、ビーグル号もついてくるんだ。なんかもうめちゃくちゃハイテクになってますね、ピクミン2の時と比べて。なんかもう AI も出てきちゃってるし。すごいな、なんかもうチャット GPT っていうかもうアレクサとかシリみたいな感じになってる。え、ミジンコ？よし、オッチン。そこに遭難者がいるんだな。おそらくはぐれた隊員だろう。救助を急いでくれ。おぉ。ちょっと待って。オッチンは？ある。指示する。オッチン強え。お、お宝ある。バグもお金になるでしょ、一応。ちょ、これお宝じゃないですよ。あれ、どういうわけか、ラキライネルギー含んでいるようです。コツコツ集めたら少し足しになるかもしれませんね。1! よし、オッチンさんに。あ、マックスまで貯めなきゃダメなんだ。いけ。うわ、すごっ。オッチンすごいよー。おお、オッチンすごい。よし、行こう。なんで20匹までしか出せないんだよ。氷のやつじゃん。え、何これ、何ですか、野生のピクミン。オッケー、花が散った。氷ピクミンじゃん。2でいうとこの紫ピクミン的なやつですね、多分。これもピクミンなんでしょうか。公開日誌にはピクミンは植物に近い生き物かと思っていたが、まさか氷のような種類もいるとは。氷ピクミンはそのキンキンに冷えた体で水場や原生生物を凍らせるだけでなく、氷のように水に浮くこともできるのだ。ただし頭に水がかかるのは苦手のようだ。どういうことだ、水がかかると体が氷。これらの冷たさで元気に動けるとは大したものだな。はえー、じゃあ君たちも蜜吸うか。チューチュー、蜜を吸わせてやろう。はい、吸って。おお、黄色い。君たちはそうなのね、黄色い花なのね。フォーのあれだ。何、25。あれ、隊列にいるピクミンがいつもより多くなってる。そうか、野生のピクミンがいる分だけ地下ではたくさん連れて歩けるんですね。野生なんだ。オニオンがないけどいるんだ。なんかこの自動でついてきてくれないのは2より劣化してますね。劣化っていうかハードになってますね。ダメなの？指示するだけじゃダメなんだ。歯が立たないか。あれか、突撃をしないとダメ。起こした。壊せんのかーい。痛み人工頼むで。おい、ちょっと待て、なんか変なのいる。強いやつやん、オスのミジンコやん。いけ、倒してくれ。食らってる。数で圧倒すれば。何あのプルプルしてんの。これなんだ、オス。あ、なるほどね、ショートカットできるよってことね。これなんだ、
お、オニオンがいる。いけ、おっち。頼むぞ。お、出てきた。出てきた。なにこれ。なんでオニオンが地下にいる？オニオンじゃないのか、オニオンなのか。なんだかプスプスしてますね。オニオンにしては色が薄いような。それって持ち帰ってこれますか？本当だよね。これ持ち帰れんの？資材の山運び切った。オチンは頼む。オチンは？頼むよ。おお。オニオンっぽいけど。なんでこれ。一匹ちょうだい。一匹ちって一匹。暗い。凍る？凍るわけではない。パンチ。B、呼ぶ。Y。あ、運ばれた。これは、これオニオン？やっぱりなんか違う感じがしますね。持ち帰ったら今のオニオンと組み比べてみましょうか。こいつどうなの？凍った！カチコチに凍っちゃいましたよ。これなら叩いて壊せそうですね。ひよっちに指示お願いします。あ、そのままやってくれんの？ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。よし、葉っぱくんが頑張ってくれてるが、葉っぱくん来て。オッケーオッケーオッケー。葉っぱくんに吸わせたい。あれ？あった、こっちか。葉っぱちゃんにびくともしないな。いいねー、やっぱり花がいいっすね。花はいいなー。なにこれ。あ、お宝？あ、人か。そのうち発見。何してんの。急いでバイタル確認します。死んどるやろ。生命実装置のかけて。というか、原生生物にやられてないのか。よくやられなかったな。やった、全員花だ。全員花だ、全員。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、先に行きますよ。先に追いとまさせてもらいますね。オッチンかわいいな。オッチンいいっすね。レスキュー完了ですね。ID カード確認します。あ、この人はラッセル。ハゲジャビンやないか。材料工学と発明のスペシャリスト。科学を愛し、資材さえあれば救助に役立つものを開発してくれる。へえ、面白いね。おお、よかった、無事だったか。科学者のラッセルは宇宙服やシェパード号の修理改造を担当するメンバーだ。その優れた頭脳で今後のレスキュー活動にきっと貢献してくれるだろう。科学者と合流した。へえ、ラッセル。よし、帰るぞ。地上に出る。地上に戻る。地上に何匹も連れて帰ります。はい、帰るしかないもんね。オッケー。ラッセルがなんかね、僕の同僚のおじさんにすげえ似てんだよな。タンジさんっていう人めっちゃ似てんな。じゃあさ、コンプリート。オッケー、閉じる。1500ためるのって結構まだ長そうですね、先はね。ピン止めしたミッションは画面に目標が表示される。解除すれば画面をスッキリさせることもできる。お、帰ってきた。ピクミンは？ピクミン、わーい。ピクミンいないんですけど。あれ？ラチャの時計ずれてないか？ちゃんと合わせていったはずなんだが。時差を計算したところ、地下にいた時間は地上の6分の1ほどの長さになってしまうようです。この星の地下は
空が揺るがんでいるのでしょうか。でもそのおかげで時間を気にせずに洞窟の探索ができそうですね。公開日誌が表示された。え、オニオンに吸い込まれんの？オニオン、オニオンイントゥオニオン、吸い込まれちゃいました。公開日誌によると、あの白い球根はガーリップチューリップね、ガーリップね、ガーリップというもので、オニオンを与えると外に出せるピクミンの数が10匹増えるみたいです。あ、あれはオニオンじゃないのか。かなり剥がれそうなの。早速ピクミンを増やしてみるんだ。増えないやないかーい。どういうこと？増えないやないかーい。もうマックスいるからね、そもそもね。ガーリップっていうんだ、しかもあれ。面白。ちょっと待って。お宝、お宝、これ何？このピンクはなんだ、ピンクは。ピンクはなんだかわからないが、引っこ抜けるとこがあるので、引っこ抜いてみますかね。うん。引っこ抜くか。引っこ抜こう。よし。あれ？こっち向いてねえ。向こう側か。こっちからは引っ張れないんだ。反対側に回らないと。あれ？チャッピーいなくなってんだけど。なんかがピチピチ跳ねてる。あ、いた、チャッピー。いけ。ピクミンをまずはね、増やさないとね。この最初の頃はピクミン少ないですから。無理じゃね、これ。泳ぎ回ってるやついるけど。あ、赤ピクミンはちゃんとホールド状態になるんだ。おっちーん、溺れてる。おっちゃん泳げないんだ。確かに手がないからね。 B の船で陸地に増やしてくれ。あ、戻ってる。氷は入れんのね。じゃあ運んでもらおう。あれ、投げらんない。氷ダメなの？浮いてるだけかい。フローティングしてるだけね。うわ、なんか出てきたよ。なんか出てきたよ。凍った、凍った。同じこと言ってる。今チャンスですよ。頑張れ。倒した。蜜だけ？蜜だけか。どうした？おちん、どうした？風邪ひいた？ウォッチンが怖がってるじゃないか。あまり無茶させないように。ごめん、ウォッチン。君、無敵なのかと思ってた。でもさ、できることは、この、ぐっすり寝ていらっしゃる方の横を通るしかないのかな？行くか、連れてくか。連れてくしかねえな。よし、行きましょう。マジか。横通っていくか。いけ。ブチューって潰れるんだね、やっぱり。待って、あのでっごっついやつの前通るんじゃない？電気ビリビリじゃん、大丈夫？死ぬね、即死だね、電気は。大丈夫か、起きないか。ぶつかるよ。嘘だろ？嘘！バカバカバカ！え！嘘でしょ？嘘！食われたー。最悪。絶対で6個固定すればずっと1つの絶対あるね。マジかよ。しかも氷壊れちゃったんだけど、最悪なんだけど。嘘でしょ？あー、ピクミンが最悪だわ。2匹食われた。 ZR 食らえ、敵、己、敵。お、凍らせられんじゃん。じゃあ最初から凍らせてくれ。マジか。もう
マジかよ、氷ピクミンやられちゃった、最悪。しかも2匹も食われた、10匹中。これは辛いな。氷ピクミンって補充できんのかな。資材なんだ、いた、バカバカ、あぶね。あのごっついの最初に倒しとけばよかったな、やっぱり。うわ、いるわ、まだここにも。あ、あそこにあれがある。ダメだな、きついな。どうすりゃいいんだ。氷ピクミンが、氷がいないからきついっすね。ウォッチンが到着しました。オッケー、ハロン。蜜を吸ってくれ君たちは。あれ、もうこんな時間ですね。暗くなる前にかなりの準備を進めるのもレスキュー活動にとって大事な仕事なんですよ。どういうこと？オルマさんの公開日誌によると、ピクミンの安全が保てる範囲はこのくらいのようです。夜は原生生物が凶暴になるそうだ。ハングレットピクミンがいれば今のうちに集めておいておいてくれ。ハリアップ。じゃあ3つ吸っておしまいかな。もうすぐ日没です。よくさ、氷をさ、マジか、氷死んじゃったじゃん。よし、出ておいで。蜜を吸わせよう。マイナスをして今日の探索も置いてもいいですよ。なぜ吸わない。オッケーオッケーオッケー。これだけ。30匹いますと。いるね。ギリチョンまでやっぱ探索したいよね、せっかくなら。どれぐらい持つのかな。あとメモリが1個しかないですけど。いやー、氷ピクミンつらい。あ、もういきなりカウントダウン。マジか、そういう感じ。カウントダウンですか、いきなりカウント始まる。うん、届かないか。今運べそうにないですね。しょうがない。じゃあ待とう。うわー、氷死んでもうたわ。マジショック。マジショックだなー。殺しとけばよかったなってきた。ここは安全なんだ、夜も。いや、 H だから。ラッセル、もうこれさ、体験版ですけども、7人さ、集まっちゃうんじゃない。死んだよ、氷ピクミン、ごめんよ。ラッセル、よくぞ無事でいてくれた。クククク、想定の範囲内だ。そのためにつけた緊急脱出措置であるからな。ちゃんと使い方説明しておいてくれ。うん、だいたいさ、脱出装置といいならもっと安全にだな。それよりラッセルさん、そんな石ころ見かけませんでしたか。クククコリシア、その石ころならすでに調査済みである。そいつは熱を与えると変形が容易になり、どんな形にも形を変えることができる。さらにはその後に受けた刺激によって多様な特性を獲得する万能資材なのだ。
どういうことですか。要するに集めれば集めるほど探索が楽になり優れものということだ。ビリグル号に回収すると同時に利用できるよう、今まさに立体プリンターを 3D プリンターで開発や建築に活用すれば大いに役立つだろう。すごい、ガイド公開の専門家がいてくれて助かりました。なんか随分となんか近代的ですね。はかどりそうだ。ラッセル、炭治さん、ピン止めに気づきました。今みたいにミッションを選んで A を押すとピンのつけて外したりできます。そうなんだ。じゃあピン止めしとこう。さあ3日目も張り切っていきましょう。ここがあれなんだな、もうここは時間流れないの、時が流れないのかな。あれ、オッチンが大きくなった、でかくなったね。確かにこれが宇宙犬というものだ。7人前あった証だな。乗ってる、食っちゃいそうだけどね。ピクミンがじゃれています。仲間だと思ってんだ。1人前だったオッチにピクミンたちも気を許しているようだ。仲良くなってよかったです。1人前になった宇宙犬は遭難者を救助するとやる気が高まり、訓練すればレスキュー活動に役立つ新たなスキルを習得できるようになるのだ。見ろ、オッチンもやる気がみなぎっていると。みなぎってるか。それではみんないつもの配置についてくれ。はい、コピールーペ。さて作戦会議を始めよう。早速だがラッセル、ビーグル号の改造の方はどうだ。シェパード氏問題ない、すでに改造は終えている。ビーグル号に回収した資材を万能な粘土に加工する機能をつけてやった。これさえあれば出先での建築も可能になるのだよ。おお、何を建築するかわからんがとにかくやってくれた。さらに我の元に資材を持ってくれば装備やアイテムも開発してやろう。ほえー、ぜひともレスキュー活動に生かしてくれたまえ。これからはお宝だけじゃなく資材も回収した方が良さそうですね。もちろん隊員の捜索も忘れないようにな。ラチャ、オッチに頼んだぞ。それから訓練についても話があるから後で私のところに来るように。ではこれにて本日の作戦会議終了。ルーペ、ここでは、さあ、資材の来た前。もう、氷かわいそう。氷さん。ここだと、あれなんだ、やっぱり、時間が進まないんだ。なるほどね。ここでピクミン増やせよってことか。オッケー、オッケー。こんなもんですね。あっちにもあるけど結局行けないんですよね。あっちね、ピクミン投げられるのかな。あ、いけるわ。ギリ投げられた。オッケーオッケー。じゃあその隙にこいつに話を聞くと、ほい、オッチンが成長して体調を張り切ってますよ。話を聞いてくださいね。それからラッセルさんも話を聞いてほしそうにしてましたよ。出発は2人と話してからでも。お前じゃないんかーい。はい、よくぞ来た。未知の星での探索は困難がつきまとう。私がオッチンにスキルを収束させてやろう。やる気に満ちてるオッチンと君ならやってのけると信じてるぞ。さあ準備はいいか。レスキュー訓練を始めるとしよう。訓練させてください。それではこれからレスキュー訓練を始める。道は長く険しいが君たちなら大丈夫だ。オッチンのスキルを全て習得する。何これ。はタイに代々受け継がれてきたレスキュー犬の訓練過程だ。オッチンのやる気があれば訓練に対するスキルを習得できるだろう。どのスキルから習得するかは君たちのレスキュープラン次第だ。重いものを運びたいなら怪力を、原生生物に対抗するなら噛みつきでもいい。どうすれば段取りよく荷物を進めていくか実感。はあ、なるほど、筋力が上がるのね。噛みつき、なるほど、突進、なるほどね。回復、自然治癒力、なるほどね。相棒を拠点に向かわせたり遠くから移動するレーダーマップで雲で移動できるスキルと、これがいいんじゃない、これがいいんじゃない、多分。どうだろう、噛みつきのがいいかな。噛みつきにしとくか。覚えさせます。まずはね、戦力として戦ってもらいたい。怪力
キンもいるか。やっとけ。行け、やっとけ。オッケー。レベル2まで行ったのね。オッケー。これでおしまい。やみつきボーンもらいました。ご苦労様、ご褒美用意してやるぞ。今後訓練家のためにおめんつきボーンを渡すから、ご褒美としてオッチに与えてやってくれ。どうやって与えるの？それでもアイテムの使い方ってまだ教えてませんでしたよね。ワイ長押しからカバンを開いたら、ヒルで、アイテムが中に入ってますんで、使いたまで選んでくださいね。で、そのやみつきボーンをあげるとどうなるの？さて、改めて挨拶しておこうか。我こそはこのレスキュー隊の頭脳ラッセルだ。お主の持ち込む資材と我は用意した部材で役立つ装備アイテムを作ってみせよう。開発する。それはパワークな完成度を誇る。しかしそれも日々作り続けてるから、資材を我に渡し装備を作らせよ。我が飽きるまで科学技術の発展に貢献するがいい。なお、たまに部材が尽きることがあるが、その際は9日まで開発はできん。了承せよ。まだちょっとよくわかんないですけど、まあいいや。突撃笛。選んだピクミンを X で突撃させる笛だ。連打すれば全隊列を一斉に向かせられる。おお、すごいね。いいね。開発します。はい。もうないんだ、アイテム。やみつきボーン。何これ。救援キット。隊員がダウンの危機から守る救援ロボだ。ライフの減少を感知し、自動的に回復してやる。はい。よくわかんない。まあいいや。クククク、我の傑作、突撃部の使い方、レクチャーしてやろう。何を隠そう、X でピクミンに突撃の指示を出せるのだ。1回で選んでるピクミンやオッチに連打で全隊列を一斉に突撃させる。すごいな、それ。突撃を運搬に使えば段取りが良くなること間違いなしだ。今はまあ、タイパの時代ですからね。確かに時代の背景に合ってるかもしれん。おいで。もういいか、行くか。じゃあ行きます。散策へ行きます。でも OK です。じゃあ行きます。今探索できる場所は、はい、ここです。稲張の庭行ってきます。おのれ、氷ピクミンの恨み晴らしてやる。氷ピクミン、今のところ野生でゲットしてるから、あれですよね。紫ピクミン、白ピクミンみたいに、花に突っ込んでなんか、生成されるっていう、あれじゃないですね。ああいうパターンじゃないですね。12%。12%。10分の1か。まだ。よっしゃ。じゃあ張り切っていってきます。落とせよ落とせよ。実は今朝成長したオッチンにジャンプのスキルを訓練しておいたのだ。乗れんのかい。今のオッチンならピクミンと一緒に背中に乗っても軽々と動き回ることができるだろう。オッチに近寄って Y で乗り降りができるぞ。 Y で乗れるのね。そして X でジャンプだ。X を続ければそのまま力を貯められる。突進ぶつけると背中に乗ったピクミンを一斉に飛び打つ。なるほどね。すごっ。戦いにも Y でジャンプ。 Y 乗る。あれ、氷ピクミン増やしたいですよ。本当ですよ。減っちゃったもん。え、そんなことできんの？うん。わ、すごっ。あ、そう、スタミナタイムがあるのね。うお、半分。まあいいや。オッケーオッケー。時間ないから、ちょっとピクミンにやらせよう。あ、77匹になってる。増えましたねー。ちょっと待ってね。あ、みんな乗るのかい。みんな乗るんかい。スパの時代だからね。タイパの時代ですからね。これか。資材、粘土が必要なの。この建築物利用できそうだな。
ビーグル号で資材を粘土に加工し、建材に利用すれば完成することも可能だろう。使ってこそ価値がある。消費を惜しむ必要はない。さあ、建築物の前でピクミンウォッチに指示を出すがいい。え、ここなんかできんの？どういうこと？意味がわからない。どういうこと？どこに行ったの？おおおお、あ、上からどんどん建築資材減ってる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 。わお、すごい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 、すげえ、なんかクッキーみたいだな。完成。おー、粘土橋の建築完了だ。これで自由に往来できるだろう。早速渡ってみるがいい。でもみんなフリーになっちゃってるな。オッケー。オッチすごいじゃん。さあ渡れんだけどさ、昨日あっち行きそびれたからな。ここなんだっけ。あ、ここか、最初のところだ。はい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 、これをやろう。タイパの時代ですからね、いろいろとマルチワークをさせつつ、YXY で飛ぶ。あ、ごめん、乗る乗る乗る。で、あ、 X でジャンプだ。すごすごいな。ここは飛べんの？あ、ここは無理。 OK、 したら、え、届かないじゃん。ちょっと無理じゃね？これどういうこと？届いてません。どういうことですか？届いてません。どうやって投げる？どうやって投げるんだこれ。ほい、どうやって投げるんですか。むずいむずい。むずすぎる。ちょっと戻ろう。一旦戻って、こいつ、はい、え、もう死んだな。ぐら、はい、デカボコした壁を建築した。私とピクミはなんとかよじ登れたものの、モスは壁を登ることができなかったので、一旦下で待っててもらうことにした。どこか合流できるところがあればいいが。オリマ、モス、ちょっと待って、よく発見したけどさ、いいのかな、入っちゃっていいのかな。あ、その前に氷ピクミンをさ、オッチンになんかさせるって言ってたな。そう、違う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 、それをやりたいんじゃなくて、あ、ごめん、 Y 長押しのお願い、氷ピクミン探して、いる？乗る。おお、楽。いや、こん中かーい。中に入れと。オッケー、じゃあ行こう。入ろう。行きます。ピクミン。30匹。オッケー。あれ、氷もいるの？氷もついてくるのね。何これ、これ何、敵？あ、資材。資材ね、ただのね。2匹頑張ってるよ、そこで。なんか、おのれ、お前の親にこっちは苦しめなくんだ。くらえ。
うわ、ごっついやついるわ。ちょっと待ってね。なんかボケなめこみたい。わお、ここにいるやん。抜く。埋まってんだ。埋まってるんですね。泳げんの？泳げない。泳げないし、氷も。大変ピクミンが溺れています。それで浮島で上に投げないと。待て待て待て、つぼみになってもうた。どういうこと？何なのこれ、どういうこと？水じゃないのか。はめられた。はめられましたよ。資材、そのクッキーみたいな資材持ってきてんのね、このシェパード号。ビーグル号か。登り粘土、なんじゃこれ。よし、ちょっとオッチンに頑張ってもらうしかねえな。なんでそっちを行く、バカー。待ってる、木が先に進めに困ってるみたいです。なんとかしてあげないと。いや、その前にさ、このアホタレ、え、待って、チャッピーこっち来ないの。よし、乗る。さっきのなんか裏技をやろう。 X で長押しかな。 X な、あれ、オッチン来れない系ですか、もしかして。オッチン来れない系だな。頑張ってる。オッケー。氷ピクミンいっぱいいるんだ、というか。これなんだ。オッケー。こいつは、うわ、楽しいな。ピクミン止まんないですね、これね。楽しすぎて。ピクミン楽しいな。何をしている。うわ、すごっ、こっちに出てきた。オッケー、行きましょう。おいで。40匹いるんだ今。オッチン、オッチンは登れないの逆に。なんでここ入ったら水じゃないってことですね、多分ね。ガソリンとかなんかってことなのかな。ちょっと待ってね、乗る。ちょっと蜂蜜をチューチューしたかったけどないので、こいつをぶっ倒す。おのれ、この乗った状態で吸えないよね。よし、ちょっと行きます。突進、行け、裏。お、強っ。降りる。みんな吸って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 吸った、みんな吸った。オッケー、吸った。じゃあ乗る、乗る、みんなで乗る。次のフロアですね。いけ。これはなんだ。何があった。何もない、何もない。
結局、あ、でも吸うのはって降りないとダメなんですね。あれは結局どうすればよかったんだ。オッチン、水も無理じゃ、もうこれ無理っすね。これどうしようもないもんね。あ、健在か。いや無理だべ、無理ですね。あそこ行けないわ。氷ピクミンもこう溺れてたから隊列に、あ、いっち行く。 OK、 進む。ダマグモキャノンとか出てくるんですかね、今回。もっと強いやついんのかな。てか、ピクミン3をやってないから、あんまし分かんないですけど。親近くに遭難者がいるようですね。どっしり。頼んだぞ。近い。おちんおちん。頼みます。頼みます。それだけか。敵はいないの。敵はいないのか。乗る。はい。あ、いるやん。なにこいつ。見つけた。うお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 う。勝手に戦ってくれてんだ。よし、貯めるぜ突進。こっちも突進だぜ。こっちも突進だぜ。うわ、強っ。ウォッチンマジ強え。オッケー。ウォッチンってこれなんだ、ブルドッグなのかな、よくわかんない。投げる。なんかけん玉が、あ、そんな人いたけど、どうやっていく、ここまで。これなんか壊しただけ。あ、こっちか。え、けん玉そこそこ届かないよ。いくらなんでも届かなくない。今はここ来れないってことかな、もしかして。そういう意味か。見つけたけど、多分キーピクミン、高く飛べるキーピクミンを呼ばないとダメって言ってんのかな。そういうこと。多分ね、高く飛ぶ系ですよね。届かないもんこれ。おっち、背中を貸してくれ。ごめん、間違えた。ほら、全部割った。帰ります。地上に出ます。だって無理だったもん。探索を通じ地上に戻る。キーピクミンがいないと多分無理っすね。どうした、ピクミンが外に出てこないぞ。嘘。どうやら一度に引き出せるピクミンの種類の数には限りがあるようです。私たちに連れていくピクミンを選んでください。ビーグル号でオニオンに戻しておきますね。どういうこと。ああ、そういうことね。 OK。 溢れた分はオニオンに戻しておくよって言ってるのね。別に切り捨てられちゃったわけじゃないと。ベンチだ。すごい。ちょっと待って、でもさ、あ、いや、あそこをさ、まず引っ張ろう。
あそこ開通させよう。今日はそれがちょっとミッションだな。そこまで行ったら今日はまあいいでしょう。初回なんでね、あんまり長々やってもっていう感じで。ウォッチンの突撃が強すぎだよね、これ。いけ！うら！すごっ！氷ピクミン、マジで強い。氷がマジで強い。これはどうにかなるの？これどうにもなんないよね。お、時計あった。時計を取れるかな。ダメだ。あ、壊せんのここ。いけ、壊してくれ。欲しい。うお、すごい。欲しい。うお、すげえ。土の壁を壊した。ここはどこ。え、そっち原生生物いないよね。大丈夫。今24匹いるけど見えない見えない。まずこれよ。頑張れ。その間に俺はこっちを頼む。オッケー、頼むぜ。ここか。あとはちょっとカメラアングルが良くないな。あいつね、くらえ。うわ、花が散る。まずいまずい。あ、ピクミンに火が。至急 B で消火してください。いけ、落ち。うわ、食らった。オッチンも食らってるやんけ。オッチンで倒しちゃうじゃなくて、氷で倒しちゃうとあれなんだ。蜜が出て、お、すごい、素晴らしいです。素晴らしいけど投げられない、届かない。やっぱキーピクミンが必要なんだな。いいよいいよ、こっち来て。キーピクが必要なんですね。よし、一旦じゃあ今日はこんなとこじゃない。あとできるとこがないんだよな。ちょっと一匹忘れてんな。あそこにあいつらがいる。よし、届かない。これは届かない。届かないな、届かないな。誰が吸った。あ、オッチンも吸うんだ。オッチンも吸うんですか、それ。うわ、びっくりした。オッケー。そんだけ向こうに行かないといけないのか。オッケー、了解了解。すごいやりやすいなこの分業。あ、ここでこっちオッチに頼む。
オッケー、入れるとこ見っけ。これはオス。あ、オッチンだけじゃ無理ー。オッチンだけじゃ無理ー。5匹5匹来てちょうだい。そんなにはいらんかったが。OK。押す。よっしゃ。これでショートカット。ショートカット見つけたし。これは？足りない。足りないけど、あれ一匹しかいないか。12、あと2匹。みんなあそこにいるの？OK、OK。頼むぜー、運んでくれー、頼むぜー。こっから降りたら後の祭りになっちゃう。あっちの奥はちょっとまた今度にしますね。とうん、今回はまあこんなもんじゃないですか、多分。そんなもんだべ。電気のところ壊せないしね、あそこね。キーピクミンいないと。よし、あと2人、あと2人と。電気壊せないとあそこ積んじゃうからな。こんなもんかな。OK。こんなもんか。エイダの出力を上げられます。あとはまあ日没まで気長に待ちますか。こっち降りたらどうなんだろう。降りない方がいいか、よくわかんないもんな。いや、降りないようにしよう。こっちに行こう。どうせタイムアップになったらすぐ戻るし、ちょっと行けるだけ行ってみます。ほえー、ここね。あの、行けない、行けない。行けた。入らないけど発見したと、洞窟を。なるほどね。あそこまだ行けないんだな。OK。じゃあ今日はこの辺にしましょう。よし。まあ、初回としては、こんなもんじゃないですかね。
ケイ。誰もしなかった。オッケー。ポニャノン。ラチャさん、マイナスをしてショートカット設定から、機能は割り当てられますよ。なんだと？もしレスキュー心も設定できるのか？もちろんです。見たい時にすぐ見れますよ。他には解散やアイテムなんかもボタン一つで使えちゃうんです。ショートカットキーを設定すればランドレが良くなること間違いなしだな。というかコリーよ、そういうこと早く教えてくれ。ほんまやな。はい、じゃあこの辺で終わります。